画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。ドバルカディープウッドの最初に来た方ですね。やっていきましょう。当場着陸地点ということで。さあ。スマ着とかはないけれど。やっていきましょう。火炎タレット置いていく。向こうね、向こうに人がいると。私このマップのここを直して脱出するっていう実績多分まだ解除してないんだよね。ここめっちゃむずくない？直すの。全マップの固有の中で一番むずい気がするんだけど。言って今回でしょ、うん、わっ T 賞今回デジャブがあるんで、直せそう。ああ小屋まで行きたい。小屋まで。頼む、火炎タレット焼いてくれ。真ん中取れて小屋いたならまあいいんじゃない。これさ、上で治療しない？よく見える。よく見えるところで治療するのがいいと思う。 OK、 2体目ナイス。デジャブしていって本当デジャブね、いいよね。目くらましとか聞いてても関係ないからね。後ろ見ませんように。来てる。燃やせ燃やせ。何ここ、どういう地形。小屋行こう。やっぱ小屋やろ。あ、ごめんなさい。え、どっかで一回あれだな。炎のおかげで若干痛くねる強いなん。炎のおかげで若干痛くねる強くなります。早っ。
ためでした。回復するの早くね、あんだけ炎に焼かれてんの。こっち側に発電機3台寄ってるんだ。イタチかな。いや、さすがにトーバでも行ったと思うけどな。トーバって結構マップ狭めなんですよ、実は。実はもクソもないんだけど。結構狭いですよ。ノストロモ号の方が狭いんだけど、トーバもね、結構狭いです。実は。これはメグが救いに来てくれるのかな。救いに来てる気配がないぞ。これで死ぬとかないよな。じいちゃん？スティーブそこでダウンしたらきつくね。やばい、対空切っちゃった。私もこれ大胆な行動取れないよ。体育入っちゃったから。追いに来るんかな。もう心音範囲入らんやろってところで治療するしかないけど。このマップの環境音が怖すぎる。私いまだにこのマップでのチェイスの仕方分かってないですから。だから追われたくない。このマップじゃなかったら、まあ、マップのあれ把握してるところだったら全然いいんだけど。じいちゃんカエンタレット仕掛け人になってるわ。これ共鳴する靴がないから、ここ回し切れると思ってんだけど。いやー、あれだけ序盤アド取って負けるのはきつくないか。デッドロックか、あれデッドロックか死人のどっちだろう。パレット回収して置いとく。デジャブで回す。スティーブ追われる。頑張れ頑張れスティーブ。私のデジャブが。私のデジャブが発電機を加速させている。あ、じいちゃんならいい。
じいちゃんならいいが、なんかこのこっから出てくる音が怖すぎる。あ、おわおわは大丈夫、おわは大丈夫、その声が一番安心できる。じじいの叫び声が一番安心できるのよ、この霧の森では。この霧の森の中ではジジイのうめき声、ジジイの叫び、これこそがやはり至福の時ですから、これが聞こえるのがね。入っていいかな。私釣られてる時あのじいちゃん助けに来ようとしなかったよ。寸止めだもんな。ナイスキルでしょ。死んでる。死んでる。燃やされてる、かわいそう。火に炙られてる。帰るか。というわけでね、皆さん、この霧の森ではジジイの叫び声がね、一番安心するんですよ。おお、実績もちゃんと解除しましたよ。やっぱやってなかったわ。ノストロモ号は一発目できたんですけど、トーバの方まだ。究極の武器に不安あるものをデッドロックイたちが飛び出したと。あれはデッドロックで閉じてたっちゅうことですね。いや、今回カエンタレットを結構積極的に設置してる人が何人かいたんで、自分で置く必要なかったね。ほんで4敵をやっぱ適応は強いよね。からつけるよ、今つけとくだろ。これつけて損することないからね、基本。そらつけますわ。セルフボタニーよりも、プレイグとかでも腐んないからね。はい、不安があるものでも、フック救助後の疲労とかな。救助、フックから救助された後の、まあ、逃げるのとかも、ね、まあ、トンネル回避にも使えますし、トンネルの時間を延ばす、ね、まあ、そういったのも使えるんで、やっぱ状況的に強いですわ。では、まあ、デジャブも強いというわけで、はい。いやー、なんとかね、危なかった。誰も救助来てくれなかったな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。